おはようございます。さあやっていきましょう。前回なんかニット改造したんだっけ。テキサスマックか、テキサスマックの武器を強化したんだっけかな。武器改造か。あ、そうね、テキサスマックのマックライフルをちょっと強くした。これでやっぱうちの狙撃手としてこれからもちょっと育てていきたいかなというところだし、だし、あとゲシペンストキック強化してってもいいけど、命中補正がマイナ5ってのが意味が分かんないんだよ。体当たりなんだからもうちょっと命中補正あってもいいなと思うんだけど、まああとはシャイニングガンダム、まあこれから長い付き合いになるだろうし、あ、ボスブロッターアフロダインさんはちょっともうこのままだな、多分永久にこのままだと思う。まあ次行こう。次どんなんだったかな。大丈夫なんでしょうね、キャオ。なんかギシギシ言ってるわ、キャオ。アム、アムとキャオじゃないか。わかんねえよ、ここまで持ったことが大体奇跡なんだぜ。ダバー、いいね、ダバ好きだよ。ダバ、何か来る。ポセイダル軍か。今日エルガイムの準備を。僕ね、エルガイム世代ではないです。僕よりも全然もうちょっと古い5、6年上の世代だと思うけど、やっぱりスーパーロボット対戦 F やってたからエルガイム好きでしたね。今度は別の反応、何これ、戦ってる、変わって、これね、本当だ、誰かがポセイダル軍と戦ってるみたい。お、それはもしかして俺たちじゃないか。今のうちに大気圏突入しまおうぜ。いや、ポセイダル軍と戦っているなら俺たちの言うことを聞いてくれるかもしれない。見捨てていくわけにはいかないな。どういうこと、俺たちの言うことを聞いて、あ、なるほどね、意見が通る可能性があるってことね。無理だっての、もう秒読み範囲に入ったんじゃじゃ。しかし秒読み開始、後戻りはできねえ。いやー、なんかさっきよりもっとギシギシ言ってる。突入、ちっ、さっきのやつは一体何だった。おかげでダバたちを見失っちまったよ。アントンにネイ、ネイ様、先ほどの敵は大変に突入するようです。こいつはほんとね、こいつらだとね、ギャブレーか、やたら戦うことになるから。本当にスパロボ F はエルガイムが主人公といってもね過言ではないと思うわ。おかげであの星への一番乗りまで逃がしちゃった。そうそう、宣戦布告の時間ですね。どうやらギャブレーの、あ、来た、ほら、ギャブレーのやつに先を越されちまったね。来るぞ。お、リリーナ、流れ星、あ、二つ近くに落ちたのかしら。まあ、この時代だったら流れ星というよりもやっぱりガンダムとかなんか機体の可能性の方が高いよな、多分な。何事ですか、お嬢様。パーガ、パーガ、それ前見えてんだろ。さようでございますか。もう少し夜風に当たってから眠ります。パーガンももう休んでちょうだい。ヒーローとかも出てくるんだもんね。だからね、ウィングガンダム系も出てくるんだもんね、こうね。明日もまた平和な一日ありますよ。好きだったよ、ウィングガンダム。やっぱシャイニングガンダム、ウィニングガンダムというか G ガンダム、ウィングガンダムあたりはもうすごい好きだったよ。どうだ、何か分かったか。テスラ来避犬の人たちに協力してもらって調べてるんだけど、墓場か、墓場かしくない。なるほどね、肝心してくれ。となると一度日本に戻った方がいいだろう。ドクターヘルは日本にこだわっていたようだから。パッと帰れるだろうな、この人たちだったら。私たちに痛い目に遭わされたんだ。だから本当に関東から東北なんてのは本当一歩二歩のレベルの話だもんね、多分ね。日本か。おい、大変だ、大変だ。どうした、パパ、どうしたんだよ、そんなに慌てて。カリフォルニアに、お、カリフォルニアが正体不明の奴らに襲われてるの。てかギャブレーたちと戦ってんのは別の、あれ誰が戦ってんだ。じゃあ、おお、カリフォーニアが、本当にその発音合ってんのかな。これからじゃあカリフォルニアに行くのか。日本にまだ帰らんのか。お、カリフォルニア、ちゃんと場所分かってる。おお、囲まれてる絶対死んだろあれ。第4話、ポセイダルの襲撃。出た、ポセイダル軍。ほんと半永久的に戦うわんな、ここから。もうみんなもう聞き上げるぞ、ポセイダルの音楽。最後の機か、これで終わりだ。でギャブレーが強えんだ、ほんとにマジで強い。もらった、
やれれた。なんかね、マップ攻撃あったような気がしたんだけど、こいつじゃなかったかもな。これが地球の軍隊か。脆いものだ。お頭、また新しい反応がありますぜ。いくら雇用と同じこと、すぐに蹴りをつけて。お、選べんのかい。前期いけるし。まあ選ぶ楽しさを教えてくれたんだな、これ。行こうぜ、みんな。なんだあいつら。モビルスーツをね、見てたし。コージ、黙っとけ。DC とやるじゃないのか。それでもないな。いや、違うな。今まで見たこともない機体だ。お、来たー。やはりそうか。ギャブレット、ギャブレギャブギャブって呼ばれたろうな、多分な。何エルガイム。ダバマイロードだ。貴様、なぜこの星にいる。それはこっちのセリフだ、ギャブレ。貴様、自分のやっていることが分かってるのか。これは明らかな侵略行為だぞ。宣戦布告って言ったろうな。何を言うか。この戦いは正当なものだ。ポセイダル陛下の宣戦布告を聞いていないのか。宣戦布告だぞ。ダバかっこいい。その様子では知らなかったようだな。ムカつく顔してるな。この星の連中は我らの大使を監禁殺害したのだ。この戦いは報復だ。いや、これはもう間違いなく陰謀だろうな。なんだこの通信。何言ってるかまるで分かんねえぞ。通信を傍受してんのか、こいつら。共通語じゃない。こいつは異星人か。あ、そうなんだ。まさかこの前のインスペクターがまた攻めてきた。インスペクター、おい、レイン、インスペクターってなんだ。俺もハテナってなってるけど。ドモン、知らないの。4ヶ月前に異星人が攻めてきた戦争があったじゃない。あの時の異星人のこと。おー、さあ、俺は修行で忙しかったからな。外で何があったかなんて全然知らなかった。テレビもねえ、ラジオもねえ状態だったんだ。もう世間知らずにも程があるよね。まあ、すいません。この星の人たちか。そんなこと、もうダバだから言ったじゃない。わざわざこんなことに、こんなとこまで来ることない。こんなの掘ってさっさと帰りましょう。いや、ポセイダルは以前からこの星の侵略準備を進めていたのは間違いない事実だ。きっかけがどうあろうと、このまま見過ごすわけにはいかない。キャオ、翻訳機の調整はバッチリだ。完璧だぜ。よし、聞こえますか、地球の人たち。今あなたの脳内に直接語りかけています。僕の名はダバ・マイロード。あなたたちに話があってペンタゴンからやってきました。お、聞こえますか。音、聞こえている。話とは何だ。いいね。このなんか徐々にこう異星人がこう、まあ、侵略してくるのもそうだけど、それに携わるやっぱこう物語を象徴とする機体がどん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 仲間になっていくのはね、やっぱりスパロボの醍醐味だよね。最初からよく分かんないけどいるマジンガーとかは 別だ。嘘をついてるようには見えないけど。ならいいや、一緒に戦おうぜ。よろしくな。俺の名はカブトコウジだ。おい、主人公の俺を置いて自己紹介なんて、いい人じゃないか。今度は上から目、すごいな。ギャブレ、ギャブレ七変化、ギャブレ七面相。よし、行こう。ガンガン攻めるぞ、ガンガン。ここはやっぱね、レベルの低いやつらで、まあ、中心にやっていってほしいんだけど、まあ、そんなことは言ってもな、やっぱりちょっとボスボロットとアフロダインさんはどうしても動きが遅いので、やっぱり偵察といったらマックでしょ。マックの移動力は6か。変わんねえんだな。ん？変わんねえんだよな。うん、変わるじゃねえか。移動力5じゃねえか。マックやるじゃねえか。マック移動力6ってすげえな。エルガイム見ていいか。白い機体のエルガイム。走行意外に高いね。運動性が意外に低いんだよな、みんな。エルガイムで690なんだ。そうかそうか。これなんか限界ってちょっと上げた方がいいのかな。射撃の方が強い。シールド防御もあり、切り払いもあると。パワーランチャー威力低いな。パワーランチャーいつでも使えるけど、エネルギーを使うと。ランサーっていうの、あれ、パワーランチャー以外全部近接じゃん。格闘じゃないか。セイバーとランサーな。クリティカル率がちょっとあれだけど、クリティカルを当てたいときはランサー、ちゃんと命中当てたいときはセイバーみたいな。あんまりクリティカル率ってどうなんでしょうね。
正直セイバーとパワーランチャー以外あんま使う必要ないんじゃないかなと思ってんだけど。うん、近接2つ持たせてる意味はよくわかんないんだよね。ここは同じか。うん、ほぼ同じだね。 OK 行こう。精神も気になるけど、まあいいや。いや、ここ本当に骨が折れるぞ。まあ、期待が多いんだよな、とにかく。時間はかかる。だからじっくり行こう、じっくり。これやっぱ地形効果とかね、馬鹿になんないから、地形効果しっかり使っていこう。うん。さあ、攻めてくるか。なんか左下のスペース気になるよな。ん？やっぱりなんか来んのか。おお、本当に来やがった。トロイホース、モンドベルカ、ポジ、ヨーマ、アスケン来たぞ。変形、偏見感情かよ。なんだってことはないよな。お、ルー、アムロさんたちじゃなくて悪かったですね。初左下のスペースはまさか仲間だった。G ディフェンサー強そう。ニュータイプなの彼。かつ小林ってニュータイプだったんだ。ルーがニュータイプなの知ってたけど、彼ら二人ともニュータイプなんだね。二人とも合体できないの？できねえんだ。まあ、できればちょっとこうあまり無理しないでほしいな。そんなに強くないから彼、この人たち運動性能を生んだろうな。まあできればこう地形効果をうまく使いながら戦ってください。任せました。エルガイム突進させていいものなんだろうか。レベル7か。ああ、もうゲシペンスだろ。まずはゲシペンス、これで一発でかいのお見舞いしてやろうぜ。どんぐらい効く？燃えるぜ燃えるぜ。お見事、さすがゲシペンサー。めちゃくちゃ強えな。本当に本当にめちゃくちゃ強えな。さあ、テキサスマック、これはもう森の上から狙撃してってくれ。あとはみんな追いつくように。いやー、シャイニングガンダムちょっと頑張ってほしい。シャイニングガンダムにもっと先行させてほしいな。ドモンレベル上げとかないと。まあ、あとエルガイムだな。ダバにはしっかりレベル上げて、これからエースとして戦ってもらわないといけない。おお、いいね。一回水くぐらせる感じ、いいね。一旦くぐらせて泥を落としてからまた戦地に向かう。お、この距離打ってくんだ。スプリットミサイルいいんじゃない。落ちろってんだよ。来た、出た、落ちろってんだよ。やるな。さあ、大将はねえよ。大将はね、大将はね。行くぞ。ほらほら。まあまあいいダメージだ。これが向こうの最高というか射程距離、最大の射程距離じゃないの？キャを狙ってくるか。やってやる。その左手から伸びたホースみたいな。うわ、強っ。それ大丈夫、相手もシールド。おお、よかったよかった。やられるか。いいね、ビームコートだっけ。いいね。お、ルアーちゃんとかわせるでしょ。大丈夫でしょう、任せますよ。やってやる、やってやるの。かわしてくれる。お前そんなにあれだ、丈夫な機体じゃないんだから。落ちなさい。できるだけかわしてくれ。さすがにやるじゃないか。いいよ、いい曲だ。あんまり近すぎるとギャブレーが来そうで怖いな。ここら辺からですか。わあ、これ近接じゃないと。ん？トローホースか。おー、よかったよかった。あるじゃない。
倒せはしないのか。じゃあ勝つのレベル上げたいから、俺勝つ結構好きだから、ここはルーに削ってもらって、これ以上やらせないよ。いいよ、うん、いいダメージ。やられちまう。いやかわせ、お前お前マジ何パーセントだったらかわせんだ一体。勘弁してくれ本当に。頑張ってかわしてくれもっと。やっぱ集中とかやるべきなのかな。ただこの精神ポイントの最終的なボーナスでかいんだよ。ボクサって。できれば精神ポイント温存していきたいんだよ。おー、いい経験値だ。いいね。かつレベル上げていこう。勝つにはこれから先もエースとして戦ってほしいから、できるだけレベル上げてってもらおう。全然言えてないけど。さあマック、マックにはこうやっぱ遠距離で相手の攻撃が届かない距離から攻撃してもらおう。スナイパーとしてのこれが役目。声震えてないか、大丈夫、緊張してんのか。マック強え。なんだ、あんな距離から攻撃できるのか。そりゃビビるよ本当に。すんげえ遠くに顔が浮かんでて、その顔からミサイルが飛んできたわけだから。おお、撃てる。シャイニングショットすげえ。倒せんじゃね。倒せはしねえな。これはトマホーク、トマホーク撃つか。トマホークブーメランで一回こう削って、でそこにシャイニングガンダムだ。トマホークいいね。ブーメランっていう感じがいい。気づいたか、ついに。それを無線でみんなに伝えてくれよ。パワーが違いすぎるよ、以上。やるな、だがまだ。結構食らうな、みんな。俺らなんかこう、華麗に避けてるとこ見たことないんだよ。いけいけ。でも、シャイニングショットね、もう少し威力高くしてもいいかもしれないね。武器改造はシャーニングショットでもいいかもしれない。チュキ、どうだ。いいね。デデ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 ベベ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 ベ。口ずさみたくなるなマジで。ちょっと待ってくれ、相手弱ってんのいないのこれ。あ、これだこれこれ。これをエルファイムで倒しちゃっていいのか。キャオに行かせるか。キャオ、キャオいいか。キャオでこれ攻撃してもらうよ。ランサーで 100% でしょ。よしよし、向こうが霧腹にないことを祈ろう。やろう。いい声だ。素晴らしい。かっこいい。んでだんでんでんで。まあ、手前からだな。手前から倒していこう。お、26% じゃん。かわせるかわせる。ごめん。謝りながら攻撃するタイプなんだ。いい、いいダメージ。しかし、ビームコートがある。機動性ならエルガイムだって。素晴らしい。機動性でなんとかなったわ。すまない。俺がちょっとエルガイムを信用できてなかったみたいだ。これまずいな。これあんまり下手する。下手する。ちょっと待って、こいつのマップ攻撃まで何だったかな。あったあった。バスターランチャー1から7。1,2,3,4,5,6,7。 どういう範囲だったかなあいつ。直線距離にいるとなんか全員ボコボコボコってやられた記憶があるんだよね。それだけ注意だな。修理費がバカになんないから本当に。これでどう？俺たちみたいなこの貧乏旅団は。
スプリットミサイルはちょっと弱いからといっても、ゲシュペンストキックは使えないのか。もういいや、一撃倒したよ。ブラスターキャノンで、一撃で一体ずつ確実に倒し、それが俺佐々木の仕事よ。佐々木の流儀、素晴らしい。強すぎるゲシュペンスト、バケモンだ。霧払いがレベル2になった。一回も使ってないのに、人知れず何かがレベル上がってる。何も一回も使ったことがなかったスキルが、こう仕事の中でいつの間にかこう反数されてというか、なんか応用されていって伸びているみたいな、あるある。全然タイピング、まあいいや、この話はまた置いといて。ゲッターが狙われてる。かわしてくれ、やってやる、かわせ、ナイス、 58% をかわす。これがスパロボよ。お、ギャオか、ギャオじゃない、ギャオが狙われてる。霧払いもあるし大丈夫でしょ。霧払ってくれ、そんな攻撃ちっとも効いてないぜ。ちっとも効いてないって。霧払い持ってない可能性もあるな、これ。おお、この距離で銃撃ってくんだ。これじゃ持たない。剣には剣じゃないんだな。おお、きた、エネルギーボンバーで回避してみるか。 70%、 まあ回避できなくはないだろう。やらせん。で、食らっても落ちはしたいんじゃないかな。このやってくれるじゃねえか。結構効くな。結構効くぞ。グライアーとギャブレーはアイテム落とすんだよね。霧払いとシールドか。あー、霧払い持ってねえわ。シールドも、これないね。じゃあ、ユニットのビームコートだけなんだ。あ、そうですか。いい加減な知識やったわ。そうか、そうか、そうか、そうか。じゃあ、優遇されてんのはエルガイムだけか。ビームコートもあって、シールドに霧払いもあると。いやー、ちょっとキャオは結構この先使うことにならないな、多分。あまり使わないような気がする。ここはやっぱシャイニングガンダムにガンガン攻めてってもらおう。シャイニングストライクだ。俺のこの手が真っ赤に燃えるぜ。右小だ。右小手が顎を捉えた。どうだ。ででででで。でってん、でってってれー。さあ、修理していこう。うちにはな、優秀なナースがついてるから。ガンガン修理していくぜ。お、魔人がいけるじゃん。ロケットパンチしようよ。倒せるね。もう 73% とか言ってんだけど。これでも食らえ！こんな雑魚に俺必中使いたくないよ。当ててくれ。5。当たったー。まずいなぁ。マジンガー Z のちょっとこの、なんて言うんだろう。運動性の低さというか。いや、これ、コウジ君の能力じゃないと思うんだよなぁ。パイロット能力。命中は147の40だから、80でしょ ?180 でしょ。あー、でも180やっぱ低いのか。あー、だいぶ低いなぁ。なるほどね。あ、でも、そんな、なんか佐々木も大したもないな。よし、1、2、3、4、5、6、ここだ。スナイパーはギリギリのところから行ってくれ。そしてゲッタースリー、大雪山おろし祭りにしようよ。あ、おっと、全然ダメだ。ゲッタ2、地中に潜って近づけ。地中に潜って近づき、突然地上に出てきて大雪山おろしをかます。災害のレベルだ、災害。動いてから攻撃できるのは、あれ、どっちも動いてから攻撃できないのか。この場で攻撃するしかないと。じゃ、トロイホースに一撃入れてもらおうか。入るかな。結
構当たんなかった。あー 81%。 いや敵のなんかこの雑魚の方が命中率高いのおかしいよな。左小よく狙えよ。まあ、これはさ戦艦だから向こうの方がでかいから、あ、じゃあこっちの方がでかいからさ、まだまだ相手は当てやすいっていうのはまだわかるけど。落ちろってんだよ。くぅ、被害状況。一人で何言ってんの。誰に聞いたんだろうな今。虚空に消えたぞ。さハンドグレネード、いいね。かわしてくれよルー、さすがにかわしてくれ。そうそう、かわさないと。これならちょっと暗いすぎてるよ。この程度ならまだ戦える。かわせる。もう怒ったわよ。全然かわせる気しねえな。まあ、ロングライフルで倒そう。かつこれでもう1レベルぐらい上げてくれ。戦えるんだ。いい声だ。うん、やられた。お見事。そう来なくちゃ。いいね。かつ順調、かつ順調、順調かつ。ここに行こうか。パワー、いや、ちょっと待って、これビームコートあんじゃねえっけ。あー、だからビームコートあるからビームライフルで撃ち合えば多分あんまりいいことないんだ。 S マインで行くしかないのか。 S マインで行ってもうわー全然性能に差があるな。おい、これちょっと下手に手出さない方がいいな。これ下手に手を出さず、これなんか精子持ってる。信頼かー。いや、信頼幸運ね。ちょっと一回逃げてくれ。半分食らってる。さっきの何食らったんだ。エネルギーボンバーで半分食らってんのかな。熱血必中、悪くないけど、まだちょっと違うな。ここはブラスターで。これ発射だよね。こう多分体力ちょっと多いよな。どうしようか。ちょっと一旦こっちに隠れようか。いや、ここでいいんじゃないか。あー、いや、悩ましいな。悩ましい。いや今、いや、まあちょっと無茶してほしくないんだよね。とりあえずいいや、これで終わっとこう。相手がどう出るかな。キャオか。キャオ狙い。回避で 63%。 回避しよう。戦うだけ無駄だこれは。美しく散りたまえ。いい声だな。人がおとなしくしてりゃいい人になって。撤退。キャオは撤退だ。一旦看護師に回復。お、レーザーランチャー、これは大丈夫でしょ。うちのビームコートがあるから。当たれ。これはかわせんだ。いただき、いただき。やってくれ。いいダメージ、いいダメージ。いいね。今回のこの戦績によってはキャオこれから使うかどうかが変わってくる。落ちろってんだよ。やっぱりそこはちょっとこう頑張って、おー、いいね、いいね。頑張ってほしい。無駄、無駄。いいとこ見せてほしい俺に。査定が全然変わってくる。やっぱりこんなもんでやられるか。これはあれか、相手の、そうだね、マップのマップ効果が結構出てるから。さーて、偵察集中、偵察だよ。勝つに関してはもう何も覚えてないのかい。ちょっと君ダメだ。ちょっとルー一回倒産して回復しよう。で、勝つにはちょっと前線に出てもらってと。で、変形でゲッター3と。地中から出てきたぞ、ゲッター3が。で、多分1体倒してから気力は上がってるでしょ。大雪山を1体倒してる、倒してなかったらごめん。
で大切なおろしで一気に決めるけど、まあやっぱりこいつだな、グライアを一気に決めようかな。グライア倒したところで逃げるなんてことないよな。ちょっと一応セーブしとこうぜ。グライア倒して逃げられたらちょっと結構悲しいな。キャオなんかあったっけ、セージ。集中か、いいね、集中しとこう。で、そうね、ビームライフルでガンガン削っていこう。でかいの一発ぶちかまして。へいへい。強い、強すぎる。当たれ。当たんないよーんって言いそう。遅いっての。言わなかった。なんていうか、これからちょっとこう予測していくか。幸運と信頼、実績と信頼の修理して、シャイニングフィンガーいつ使える？まだか。気合使えんの？気合使えねえのに130も使わせようとしてんの、お前なめんなよマジで。これシャイニングショットだ。あー、まあ意外にいけるっしょ。大丈夫大丈夫。ドゥワー、マジ全然勝てえこいつ。何、やらせん。少しはできるな。いやすげえ勝てえじゃん。なんだそれ。あ、1300もあるわ。ああそう、これロケットパンチ当たんの？当たる？当てれる？ 21% って聞いたことないよ。 21% ってお前 21% ぐらいですねっつったら俺絶対やめるよ。ま、でもマジンガーだから行くんだけどね。これでも食え！ロケットパンチ！なぜマジンガー Z に防御力を上げるアイテムをつけさせてるかというと、やるではないか。こうやってもうパワーで押せるようによ。そこだ。 21% は5回打ちゃいのよ。5回打って一発当てりゃいいんだから。その一発が今出て嬉しいっていう状態だ。さあ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 、こいつは倒していこう。一体ずつしっかり倒していかないと。倒せるでしょダバ。てかバッシュ今は逃げなかったな。じゃあ多分逃げないと思うから、ここは大雪山おろしを、大雪山おろしは彼グライアに決めていこう。どうするこれ、こちらに逃げるに。あーちょっともうボロットさんマジで仕事ないな。ボロットさん本当に今仕事を失ってる状態だ。本当失業中だ。いいね、悲痛だな。さすがにやるじゃないか。さすがにやるじゃないか。ダメよビームなんかじゃ。素晴らしい。このポセイダルヘの声どっかで聞いたことあんなと思うんだけど、多分なんだろうトラジローみたいなやつ、なんかトラのお化けみたいな、トラのお化け、クマジローだっけ、トラジローだか、トリッピーとか出てくるような、あの島の住人の誰かだと思うんだけど、これさすがに、いやひらめき、集中誰も覚えてないよな、さすがに、なんか集中っていうやつらじゃないもんな。いやー努力とかいいから集中してほしい本当に。まあ、まあいいや。ダイスザンオロ、おーっと待って、待って待って、ダイスザンオロス、どう、どれぐらい当てるぞ。 60% か。じゃあここでいいな、どっちも変わんないんだ。あー行こう、行ってこい。ダイスザンオロシ、いいぞ弁慶。こんななんか酒場で落ちぶれてそうなやつなのに、い
やりやがったな。ちゃんと乗りこなしてやがる。やりよるわ。じゃあちょっとギャブレーを倒さない程度にしてしっかり避けながら戦おう。おー、勝つ狙い、いいでしょう。受けて立とう。真っ向から勝負だ。落ちろっつってんだろ。まだだ、まだいける。うん、まだいける、全然いけるよ。戦えるんだ。そうだ、自信を持て勝つ。そう、やるじゃねえか。うん、いいぞ。誰を狙ってくる。うわー、カツを狙ってきやがった。これは回避しないとまずい。 S マインか、防御でいいや。カツこれ撤退だな。どうだ、まだまだいける。危なかったけどな。これ撤退しよう。これカツ危ねえ。おゲッシュペンソの狙い、まあ賢いわ。まあその4人束になってるけど、中で一番弱いのは多分ゲッシュペンス。こっちだって負けちゃいないぜ。いいよ、ゴーゴー。やったな、そっくりだな俺に。ゲッター見せる、打ち返せ。倒したって構わんぞ。やってやる。うっ、風穴開けられて貫通してるの怖いよな。ゲッターミサイル外れた。まあな、ゲッター2以外は運動性クソだからしょうがない。ゲッター2も怪しいとこあるけどな。レーザーランチャーってどれぐらいの威力な。いや勝つ、俺はいけると思う。かわせよ、かわして殺せ、かわせ。よし、落ちろ落ちろ。ナイス、やられた。ナイス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 、勝つ、いいね。ちょ、これから勝つ使っていきたいね。あ、よかったよかった。急になんかもう撤退モードに入ったんじゃないよな、びっくりした。レベルちょっと舞台表見よう。舞台表でレベル順に知ってるよね。 G ディフェンサーの勝つボスボルトはあれしょうがないわ。キャオはちょっと頑張ってもらおうか。じゃあキャオ、テキサスマックだよな、テキサスマックだな。とにかくテキサスマックだ。じゃあテキサス、ちょっと、この2人しか狙えないの、嘘でしょ。テキサスマック、まあいいや。じゃあこいつ狙ってくれ、当てろよ。 73% か、まあまあだな。ゴッドヘイ、まあ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 。チュン、あしらもう持ちませんぜ。いいね、このなんか盗賊上がりな感じがいい。当たれよ、ぶっきらぼうだけど、やるもんで。なんかこう部下からの信頼は意外にありそうだな。修理しよう、しっかり仕事してもらおう。次にテキサスマックの次にレベル上げたいのはゲッター3の弁慶ジェガン。あれ、ちょっと待って、ジェガンって何、修理機能あったんだ。はあ、俺知らなかった。それは倒してもらうか。これ、おっと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 、あっちん、ジェガン、あ、修理中ってこと。いや、ちょっとよくわからん、ごめん、すまない。ビームサーブルで倒せんじゃないかこれ。いける、ギリギリ倒せるか。この倒せ、うわー、根性値たけー。やられちまえっての。大丈夫か、耐えろよジェガン。ゴッ、危なかった本当に。もう後半ジェガンぐらいの期待だったら本当一撃でほふるやつらが当たり前になってくるから、もうここら辺でねちゃんと頑張ってこないと。あとはもうみんな7レベルか。
まあ弁慶にじゃあちょもう一回だけ弁慶頼むぞ、当ててくれ大雪山弁慶。こいつでとどめだ、頼むぞ。やっぱねせっかく覚えたんだ、これで決めたい俺は。大雪山おろしってなんかこう薬味な感じするよね。なめるな、余計なこと言った、余計なこと言ったから当たんなかった、俺が悪い。ゲッターゲッ、じゃあパワーランチャーでとりあえずザコこれ倒せるやついるんじゃない。オッケーオッケーオッケー、これで倒せたら一軍ちょっと考えるわ。よろしく。おー、これはいいね、キャオちょっとかなり期待の新星だな、いいかもしれない。ルーなんかよりもルーと比べてどうすんだろうな。アム、うーん、いやここはねどうする、いや決めて、エルガイムに決めてほしいなというのはあるんだよね。このなんて言うんだろう、誰だっけ、バッシュ決めてほしいなってのあるから、じゃとりあえずザコをまずもう倒してしまおう。シャイニングショット、うーん、近づく必要なかった、まあ意味はないんだけど、シャイニングショットで。じゃあでででででででんてん、はあ、トーガー、いいね、ででででで、で、あー届かないか。お、S マイン届くじゃん。倒しちゃっていいよ。倒しちゃっていい。うん、いいね。アム倒しちゃってくれ。大したね、経験値変わんないの確か。遅いぜ。普通のザコと。おらおら。ただアイテム落とすか落とさないかだから。いいねえ。ちょっと待って、外した外した、アムどうやって外した今、逆にこれも勝つに決めてもらうじゃん。うん、ちょっとマジ頼むぞ。あれさっき 93% とかじゃなかったか。あー、いや、ずいぶん粘ったな、本当についてたと思うよお前。よしよしよし、いいねー、カツがしっかりレベル上がってきてる、使い物になる。よし、じゃあランサーで倒しちゃっていいぞ、倒せるなら倒そう。んば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 、そこか、ジョン、うわー、なんの、走行高いもんな。とどめを刺させてもらう。ないでくれ。うお、ビームコーティング破れた。やるじゃない。掛け合いがいいね、掛け合いが。ででボスボロット今どんな気分なんだろうな。なんかエネルギー使ってくないか。自家発電的な感じでエネルギー使えないのかな。エルガイムで説得とかもできないのか特に。あ、やべ、これマップ攻撃来るか。おお、大丈夫だろうな。うー、危な。お、壊したエルガイム。ボスボルト何にもしてないのにボロボロだな。ちょっと言い方悪いけどさ、何にも仕事できてないのにもうボロボロっていう。あ、修理ができるわけじゃないよね。修理機能を持ってないんだよね。修理機能ってどっかに載ってんの？載ってないよね。うん、やっぱ修理ができるわけじゃない。いやー、そうするとなー。いやー、そうするとジェガンはちょっと本当に火力不足だよなー。
ギャブレ誰で倒すよ。何か努力とか、こう、あ、幸運いいね。結構金持ってたはず。幸運使っていこうぜ。ゲシペンストキックで決めよう。どれぐらい食らう？ 46%。 君舐めてんのかい。切り払いある、こいつ。あ、切り払いあるじゃない。ダメだこれ、ゲシペンストキック失敗したら終わりだ。行こう、ブラスターキャノンで終わりだ。いいね。やったぜ。バイオ戦争、バイオ戦争。あれ、ここバイオ戦争手に入るんだっけ。俺結構いいアイテムだよな、バイオ戦争って。やったぜ。うわ、どうも、もしっかりレベルアップした。うん、カツはさらにレベルアップ。いいね、さやか信頼を覚えた。さやかはさらに、あれだね、ナースとしての幅が広がった、仕事の幅が広がったわ。さっきから気になってたんだ、彼は一体誰なんだね。うん、ペンタゴナとかいう、今世界中がそれで大騒ぎになった。あー、それね。なるほど、まあ、地球はやっぱり資源が豊富だからなんじゃないか。まあやっぱ何かしら裏であるだろうな、陰謀は。報復だっつってやってきてるけど、まあ、建前に過ぎないだろう。でもそれを信じてるギャブレーはもしかしたらいいやつなのかもしれないな。報復が嘘だったと知ったら、もしかしたら仲間になってくれるかもしれない。チャムファウ、オーラバトラーのことか、もしかして。ニラリ、バイストンウェル、ポセイダルがこの地に攻めてきたのは僕たちの力が及ばなかったせいです。まあ、独裁者をその3人で倒そうなんてのはちょっと虫がすぎるだろうな。スーパーロボットアニメじゃあるまいし。あ、ロンドブルに復帰は難しい、なぜ。そうなんだ。曲がりなりにも軍隊なんだ。来たんですね。DC がだから再構築じゃない？再就活、あ、再就職さ、そうそうそう、まあそういうことになるのか。再就職っていう言い方になるのか。置いて再び DG に戻ってテロ活動を起こされるよりは手元に置いて有効活用するらしい。うん、いやでもまあいいんじゃない、敵になるぐらいだったら味方にする。野に放って悪さをさせるぐらいだったら家来にして武将にさせるみたいなね、昔のやり方よ。なるほど、おお、仲間が増えるのはいいことだな。じゃあここからはあれかな、ラウじゃねえや、ダウ、ダメな、ちょっと名前忘れてた。デビルガンダムのことはな、今ポセイダ君なんとかしないかな。あー、どうも気持ちはわかるけどな。おお、修行かならいいだろう、結構悠長だよな。
ヒーロー、ここで出会ってしまったのか。もう行ってしまってから自己紹介するんだな。頭がおかしいよ多分。よし、幸運のおかげでだいぶお金が増えたね。よかったよかった。もっとねお金必要になってくるから、ちょっとお金を持った機体を倒すときはできるだけ幸運だったり持ってるやつで倒させよう。じゃあせっかくお金が増えたことだし少し強化するか。でそうだ思い出した、ちょっと後で調べようかな限界についてだな。限界っていうのが一体どういう風に、限界ってあるじゃない、限界、このちょっとあれこれこれ、この限界っていうのがちょっとどういう風にこう性能に、こうしてくるのか後で調べましょう。まあ、とりあえずいや一旦セーブして一旦中断します。